はい、どうも、ショウキスです。どうも、茶原です。どうも、FC です。はい、急遽、はい、呼び出した理由がありまして、はい、増殖しました。誰がですか？私がです。なんかもうね、はい、ファミリアメンバーが増殖、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 うるさいものでして、僕もね、はい、ちょっとメジャー種増殖しちゃおうかなということで。なるほど。これもですね、はい、要望が多かった答えをね、うんうんうん、準備いたしました。あのライブ配信とかでも、はい、これやってほしい。で結構ツイッターの DM とかでもこれやってほしいっていうのが多くて、一番多かったんじゃないかな。なんやろ、要望に応えたということで、ね、はい、要望に応えたということでご紹介いたします。お願いします。多分2人も見るのは初めて、初めて。実際俺も飼育するのは初めてです。おお、こちら、おお、来た。これは、これはですね、ネプチューンオオカブト。おお、すげえ。鬼の角みたいなのが入ってる。はい、すげえ。ネプチューンオオカブトです、これ。どうですか？すげえ、大きいですね。ね、ね、あ、背中に毛が生えてる。うん、ほんと産毛みたいな。ほんとこちら、すげえ。こちら、はい、142mm と、142mm、 全然小さくないです。うん、おー、これは生きてるんですか？生きてる、生きてる。今、休眠やけ。動かん、あ、動いた。休眠中。え、じゃあ、浮かしたてって感じですか？まあ、そうやね。来月ぐらいじゃないと使えるの。え、マジですか？へぇ、おもちゃみたい。いや、本当に、はい、ネプチューンを始めるの初めてでして。お、う、ー、ん。なんかもう、ワクワクもあるじゃんね、はいはい、正直。はい、ただ、このネプチューンをね、こう、して、まじまじ見て、気づいたことがあるんですよ。何ですか？短足なんですよ、お前に似て。え、なんで俺いや、確かに短足やけれども。短足なんですよ。ですか、マジマジ。ヘラクレスと見比べると、マジ短足、はい、ほら。いや、マジ短足って。いや、確かに。やろ、短いかも。短いっすか、うん、いや、短いと思う。短足よ、短足よ。短足。太いですね、うん、こう。あー、なんか同じ匂いがするな。これ、え、何がこれ。あー、お前、貴様。下ネタ、鼻を挟むな、お前。下ネタじゃないっすよ。短足同じ匂いがするっていうの。あのほら、サタンオオカブトもさ、はいはいはい、短足やもんね。あー、確かに、うん、足あんま出てないですもんね。そう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 、体から。だからやっぱ同じ産地とか同じ国とかで、はいはいはい、やっぱそういう特徴が出るっちゃうのね。メスはいらっしゃらない？メス見たいです、やっぱり。あ、やっぱり。はい、じゃあ見せましょう。あ、お願いします、はい、メスのチャンバラ。メスのチャンバラ。いや、オスだけじゃやっぱりね、メスも見てみたいね。でもね、メスがおっていうことですよね。はい、こちら見てください。お、開けてください。開けていいですか？チャンバラ。あ、めっちゃめちゃ書いてる。よっしゃー。お、あ、置いた。潜ってる。また違うよ、これも。これ出していいんですか？うん。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 映ってなかろうな、これ。じゃん。あ、なんか、模様、背中の模様が、なんか。似とろ？やっぱなんかこう、ネプチューンのメスですって感じで。うん。セラクレスとなんか違うもんね。毛の感じとかも一緒ですもんね。うん。長渕みたいなね。長渕。うん。こちらネプチューン。おぉ。ペアでございます。あー。いつの間に。いつの間によ、みんな。いやいやいや、いつの間にって、みんないつの間にや。いつの間に。こちらはね、はい、本当に要望が多かったんで、はい、行ってやろうと思って買いました。もちろん、うちの自慢の、オリジナルファミリアカブトマットで、やっていこうと思います。やってみましょう。まあ楽しみよね。そうですよね。どんなんが出るかとかね。うんうんうん、これもやっぱその、うん、もう大きくしていくっていう感じですか？そうやね。もう俺はもう大型でしか興味がない。なんならほら、こうやってさ、FC とチャンバラがさ、小型種したことによって、うんうん、小型種ですらやっぱ大型にしたいっていう思いがあるよね。ああ、そうですね。そうなってしまうよね。ファミリアイコール大型みたいなのありますからね。そうそうそう。イコールやけ。イコールじゃあだけ、でかい小型カブトムシも見える。小型のメジャーっていうのはもう二人が占領したんで。そうですね。うん、もう。やってみましょう。うん、本当に。やりましょう。うん。もうじゃあ、大型の大型を狙うメジャー種、うん。メジャー種で。わあ、かっこいい。ネプチューン。どっちが好き？俺ね、やっぱこうやってこう見ると、うん、俺やっぱヘラクレスが好きかなっていうのは。俺もヘラかな。俺もかな。実はこの間ピロ吉も言ったでしょ。え、なんていうんですか？ヘラの方がいいって。あ、ピロさん言ってました。うん、ピロ言ったよ。あ、そうですか。うん、でもいや、これですごいかっこいい。俺、うん、初めて生で見たけど、うん、こんな感じなんやなっていう。
もうこれファンが多いけん、ネプチューンはやってくださいっていうことはそれだけファンが多いってことですもんね。この頭角の伸びっていうのがね、やっぱ違う、ちょっとこうなんか、なんだろう、湾曲したような湾曲してるのちょっとなんかウィークポイントなのかな。で、ネプチューンはね、この胸郭が伸びた方がいいという、基本的にこう頭角が伸びやすい、こっちよりも、これあじゃあベスト、しゃくれになる確率もあるってことで、これそう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 、ほらほら胸郭のバランスの方が長いやつ、そうですね、まあちょっと角曲がっとるけど、大型で胸郭が長い方がこういいとされる、かっこいいと言われる、虫ですか、こちらです、ネプチューン、ネプチューン映ってんのかな。この間のライブ配信ガチガチだったけどね、めっちゃ大変映ってこんな木が映ったね、でも我々正気したんですけどね、やかましいね、はい、それではね、うちのヘラちゃんと比較ということで、これは贅沢な比較やな、ほらでけー、ほらでけー、どうか、まあでもなんか2強が揃ったって感じよね、なんかでもやっぱ神々しいよね、ネプチューンこう見ると、神々しい、神々しい、ちょっと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 でも多分正木さんガチですよ、ガチガチ、俺よく言われたじゃん、なんか性格道明寺みたいよねって、羽原団子の道明寺、昔から言われた、堂々と間違ったことを言う、めっちゃ関係ないけど前ね、こう正木さんの話よって、女優さんの話になった時にね、俺が好きな女優さんみたいな感じの、でも名前が全然出てこない、そしたら正木が分かった、二階堂ミフって言ってた、惜しい、惜しいよ、なんでミフが出てる、逆ない、そうなんです、僕天然なんですよ、まあまあ天然なんですよ、もうこれ神々しいでいいかな、宇宙神々しいじゃないですからね、これ二強よね、すげえ、グオン、なんだろう、例えるなら何だろうな、グゴー、何何、例えて、ちょっと分かりづらいから、今日から俺はの三橋と糸みたいな、あーなるほど、分かります、分かります、あーなるほど、三橋と糸みたいな、パッキン、パッキン、パッキンとちょっと転がってるみたいな、うん、なるほど、お前それ色で見分けたのも完全に、いやな、なんか存在自体も、なんかこのカブトムシ界のこう二強みたいな、そうですよね、うん、ザ、うん、ここにじゃあゾウカブトがおったらまた違うかもね、確かに、やっぱこのネプチューンはそのヘラ系の中にナンバー2って、いやね、ヘラ系でもないし、ね、もちろんネプチューンが好きって人もおるよ、うん、ヘラクレスよりもネプチューンがいいって人もおるし、ネプチューンよりもヘラクレスっていう人も多いし、コーカサスとかもね違うんですかね、こうな、いやだけそこもやっぱ4強になるんじゃない、うん、全部揃えて見てみたいですね、確かに、うそうやね、そうやねこれコメント待とうか、これコメント待とうかコーカサスも見たいかどうか、ただコーカサスはでもアトラスとは違うけどね、あ、そうなんですか、でもライブでもなかったっけ、コーカサスもやってほしいみたいな、なんかなかった、なんかあった気がする、コーカサス、アトラスはなかったよね、確かあったかな、アトラスはなかったろう、た気がするね、アトラスはほら UFO キャッチャーとかでよく、いや、なんかコメントで出てきたって、なんか覚えがある、なんかで、はい、してくださいって言ったのかわかんないですけど、まあ、とりあえずね、こちら、はい、始めるということで、よし、嬉しいですね、はい、二強取れました、まあヘラクレスはもちろんね、ネプチューンも本当に特大個体というのをね、目指してやっていきたいと思いますから、皆さんこれからね、動画にも撮っていきますので、ネプチューンの行く末っていうのもね、見てほしいと思います、思います、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います、はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ、バイバーイ、ジャケラー